で差し上げたいと思います。このなんか鳥の餌みたいな、すごいよね、色がもう。クッキークリスプ。クッキークリスプ。皆さんこんにちは、あかりです。エリンです。今日はアメリカで人気のシリアルを10種類紹介していきたいと思います。人気って言っても、アメリカのシリアルってもうとんでもない数のシリアルがあるので、まあ、みんながよく買う人気のものいくつかと、あとちょっと面白いものをいろいろ選んできました。ちなみにこちら、とあるアメリカのスーパーのシリアルコーナーになります。すごいですよね、このシリアルの数。これは特別業務用スーパーとかではなくて、ごくごく普通のスーパーです。もちろんね、同じものをたくさん積んでるっていうのもあるんですけど、これだけアメリカではシリアルの需要があるっていうことが分かります。この間ね、1ヶ月ぐらい前にアメリカ人がよく食べる朝食をショート動画の方で紹介したんですけど、その時にシリアルに関してコメントをしてくれる方がすごい多かったので、今日はいろいろ紹介したいと思います。この動画はアメリカ人の家庭の子供の超典型的な朝ごはんを再現したものなんですけど、投稿から約2ヶ月で500万回以上再生されました。まだ見てない方はぜひ見てみてください。はい。で、まず、Probably this one because everyone keeps talking about this one, man. You sure? You gotta do that first? Yeah! ちなみにね、これそのショート動画で一番コメント多かったんだけど、チャオムヌクサイね。何？ Oh, wait, wait till the end. そう、最後。チャオムヌクサイ。They want it, that's what they care about. 犬の餌は、I think that's Reese's. これだ。そのショート動画に、なんか犬の餌みたいっていうコメント結構もらったんですよ。多分それがこれです。So do that one and then do that one. They didn't ask for these. I was thinking this first. That's so boring. Yeah. I don't even want to try that one. That was not even good. 多分みんなが思ってるシリアルってこういうのとか、あとこれ。多分これが日本で多いタイプじゃないかな。コーンフレーク的なやつ。このライスクリスピー、なんかお米の形したやつ。Let's do this. The boring one. ちょっと一番つまんないやつから紹介していきたいと思います。They're just gonna leave the video. They don't even care. ちょっと最後まで見てみて。Alright, just fast forward. どうぞ、早送りしてみてください。あとこれね、ちょっと、これもめっちゃコメントもらったんですよ。このね、プラスチックの安っちいシリアルの入れ物が余計ドッグフードっぽいっていうコメントをもらったんですけど、気づいた人は気づいたと思うんだけど、このね、見えます、ここにストローついてるんですよ。そうだから食べた後に残った牛乳を飲めるっていう画期的な入れ物なんです。でこれね、結構欲しいっていう方が多かったんで、今チャンネル登録者数がどんどん増えてるので、1万人突破したらこれプレゼントで差し上げたいと思います。この使ったやつじゃないよ、新しいやつを買ってプレゼントしたいと思います。はい。 Is that a 10K present? What do you think? 20K? No, do 10K! お知らせ後でね、また違う別の動画でするので、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。はい。でまずこの一番つまんないやつ、つまんないけどそう、これね、売り上げでは1位のシリアルです。ハニーナッツチューリオス。そう、これね、いろんな種類があって、これは蜂蜜がついたタイプのやつで、これが売り上げが一番です。 You got strawberry banana, honey vanilla, apple cinnamonVery berry, frosted, vanilla spice, chocolate peanut butter, honey. Oh, I like honey. Chocolate, man. I know, but meet that. Multi-grain, oat crunch, honey and oat, cinnamon, berry, regular. Americans are crazy, right? So, これね。
そのままでも全然美味しい。Yeah, I know what it tastes like. Did you eat that a lot when you were a kid? あれみたい。There is snack like this in here. Mostly they have like a game on the back. ゲームが大体ついてる。なんで？Yeah, it's just like a maze. It's just something to keep the kids always. When you're a kid, before iPads, I used to just sit at my table eating. そっか。昔は iPad とかなかったから、食べながら遊ぶのにこういうゲームがついてるらしいです。ちなみに私これ試すの初めて。Always whenever I was a kid, I used to do the bubbles. Oh. You know, oh, milk. Did you have this? Yes! あ、みんな持ってるのこれ。そうなんだ、これ昔からあったんだ。I thought this is a new thing. No. そうなんだ。次。これもね、なんかよくありそうな感じ。日本にもありそうな。多分日本人が持ってるシリアル。Honey bunches of oats with strawberries. 本物のイチゴが。入ってます。ちなみにちょっとこれ1個しか入ってないけど、フリーズドライしたいちごが入ってます。はい、これは別に普通に美味しい。There's only one strawberry in there. I'm eating it. Yeah, put more. これもちろんいちごが入ってないやつもあります。いちご美味しいんじゃない？美味しい。Just like a cornflakes with like a freeze-dried strawberry. That's good. ショート動画で朝ごはん紹介したときに、シリアルを週に 2、3 回食べるのは結構普通っていう風に紹介してたら、ホームステイしてたっていう人たちが週5でシリアルだったっていう人も結構いましたね。これね、うちの旦那さんよく買うやつなんだけど、シナモントーストクランチ。これはね、めっちゃシナモン味が強い。Yeah, cinnamon, sugar. めっちゃシナモン。はい、これは四角い形です。シナモン好きな人はいいかも。ミルク入れて食べるの初めてかも。The cinnamon, sugar, crunchy. I like it. 美味しい。普通に美味しい。シナモンシュガーミルク飲みます。Cannot go wrong if you get it. Okay. はい、次。Maybe, Rice Krispies?あ、これもなんかボーリングなやつじゃない。はい、次はライスクリスピーズ。これはね、もう超定番です。日本にもあるかな？あると思う。ちなみにね、シリアル、そう、健康食品として、なんか繊維とか鉄分とかいっぱい入ってます。アイロン、ファイバー、アンドオールスタッフ。Yeah, a healthy one, not this one. これ超普通。美味しくない？ I know! Always when my mom bought this one, we used to get sugar and pour it in there and then mix it up. That's why people put marshmallow and make that treat. このライスクリスピーね、マシュマロを混ぜて、こういうふうになんか。シリアルバーっていうか、ライスクリスピーチュイだったっけっていうやつを結構作る人がいます。はい。これは一番美味しくない、今のところ。次は、バフン。はい、じゃこれ。これ動画で、ドッグフードって言われてたやつ。Reese's Puffs? Yeah. あのね、このリーシーズっていう中にピーナッツバターが入ったチョコがあるんですよね。すごい人気の。それのシリアルです。
No game. No game だけど。But idea. Peanut, put it on toast. Peanut butter toast. Toast に乗っけ。Put it on top of your milkshake. Wait. On peanut butter toast. Yeah. パンにピーナッツバター塗ってこれを乗っけるの。Put it on your shake. Shake or ice cream. これはよく見るよね。牛乳なしで食べたり、トーストに乗っけたり、ピザ。Yeah, I think that's like a joke. これはね、多分すごい人気。This is so popular, right?Yeah, I like this one too. If I'm feeling something chocolatey,、mm. I either go cinnamon toast crunch or that.、Mm. So, これはね、うちの旦那さんが。Why are you opening in the middle? Open it on one side. My mom will be mad at you. Open it on this side. How? Just like pulling apart. Okay. Always Japanese people open from the middle. How are you gonna、What? Pour it? I always open all.半分だけ開けるらしい。Let's go eat some dog food. そう、これ。ドッグフードに見えるかな？ドッグフードに見えます？そう、これね、猫ちゃんとワンちゃんのカリカリに見えるっていうコメントめっちゃもらいました。So you know on this one, like the brown ones are chocolate and the other ones are peanut butter? そうそう、あの茶色がチョコレート味で、あのオレンジっぽいやつがピーナッツバター。そう、だからチョコとピーナッツバターのミックスですね。これはピーナッツバター好きだったら美味しいよね。Chocolate, peanut buttery,、mm. crunchy, delicious. 結構ピーナッツバターだね。Then, I like more peanut butter than I thought. Yeah. But it's pretty good.、Mm. Always when I was a kid, I tried to eat all the peanut butter ones and just leave the chocolate. Not leave, yet. I don't know. Let me try peanut butter, chocolate, milk. Peanuts? No different flavor. なんで?Taste it, see if it's different. しないね。Yeah, because it ain't one of those that changes the flavor. There's only certain ones that change the flavor, not all of them. We didn't buy any that changes the flavor. あ、そうなの?ミルクに混ざんないの味? Yeah. Maybe the cinnamon one because it's like sugar on top or... So, biggest drink, nope.Yeah, Americans just like milk. Ah, ね、こうやってストロベリーミルクになる。はい、次。We got chocolate, chocolate, fruity, fruity, fruity. So let's eat a fruity. Okay. これもめっちゃ人気。フルーツループス。Fruit Loops. 9 vitamins and minerals. 9種類の。ビタミンとミネラルが入ってるらしいです。色はすごい。美味しい and healthy. And food colored. No, look. Natural fruit flavors. 本当?自然の。そうは思いません。自然のフルーツの味らしい。本当かな?人工だと思うけど。色がね、もうつけられてる。めっちゃカラフルで可愛いけど、日本では多分受けないですよね。You know, in school they always have like a science project where you make a necklace or something. そう。これでよくなんか、あの学校とかなんか学童とかそういうところでネックレスとかブレスレット作るんですよ。で、they're wearing it and it's all nasty on their neck. めっちゃカラフル。見た目は可愛い。アメリカって感じ。なんかね、フルーツ系の味なんだけど、私ね、これ苦手なんだよ。うん。なんかね、フルーツっていうか、レモングラスの味するんですよ、これ。これ見た目可愛いけど、私は好きじゃない。なんか白っぽいね、コーティングされてるんだけど、多分それがレモングラスっぽい味がして苦手です。
You know lemongrass? They always put it in Thai food. Tastes like fruit or? No. Fruits の味はしない。Tastes like a chemical. うん。私は苦手これ。What? I don't like this. I like it.うちの子供たちは好きですこれ。Okay, which one? Maybe. Let's do chocolate. That one? That one's kind of crazy. うん。じゃん。スイスロールシリアル。これはあのスイスロールっていうこのこれねめちゃくちゃ人気のあのおやつがあるんですよ。中にクリームが入っててチョコのなんかケーキでこう巻いてその周りをチョコでコーティングしたやつめっちゃ甘い、多分日本人は食べれないぐらい甘い。I always eat none of all little Debbie brands. そうなんだっけ、リトルデビーっていうブランドのおやつね、めっちゃこういう系の甘いお菓子がいっぱいあるんだけど好きだよね。You like it? All different kinds. そう、うちのね旦那さん好きでしょっちゅう買ってくるんですけど。Every time I go to the store, ね、I get. 買ってくるね。そう、日本人には無理。なぐらい甘い。多分ね、これは期間限定だと思う。そう、普段売ってないと思うな。多分期間限定で今売っててると思います。牛乳でちょっと味が薄まって美味しいと思う。多分。一応スイスロールだから巻いてあります。Looks like a roll, ね。多分巻いてありますね。なんでこんなちょっとだけなの？甘い。チョコの味しないで。もうチョコの味より。I mean, it tastes like a Swiss roll. Yeah? Yeah. チョコの味より砂糖の味が強い。You gotta get them wet. You don't know about cereal. You like the soft one or? Not, you don't want it too crunchy, but you don't want it too soft. So you gotta chill. Yeah. And then.どう？So sweet. This is like sugar and chocolate. I don't taste chocolate. Artificial chocolate?A little bit like a sugar. Drink it! What are you doing? Oh, yeah. Are you... Yeah. Well, I taste chocolate, but that, no, not no. Like fruity pebbles. But this is limited edition Halloween. あの、これもすごい人気のやつなんだけど、フルー、なんだっけ? Fruity Pebbles.っていう人気のシリアルなんだけど、これはハロウィンバージョンです。And it's gluten free. グルテンフリー。グルテンフリー結構ある。あの、なんだっけ、チューリオスもグルテンフリーだし、ライスクリスピーもグルテンフリー。普通のやつはどういう色だっけ ？Yeah, who opened this one? Yeah, dang, you're gonna pour out the whole bag if I pour it.普通のやつはあのちょっとどっかに貼っときますけど、もっとカラフルな色で、これはハロウィンバージョンでオレンジと紫になってます。これはね、なんかね、なんか鳥の餌みたいななんか形してますけど、あ、This tastes like sugar. これもね tastes same as fruit.Yeah. Lemongrass. What's the worst one? It's too thin, so it gets soggy. And うちの娘は好きですけど、多分この味が好きなのかな。あのフルーツ、さっき食べたフルートループと味同じです。違う？味違う？Yeah. 私には一緒だけど。Really? You can tell?Yeah, I mean, it just tastes like chemical. We got the last two. Alright. Let's go Kit Kat. Another chocolate one. Kit Kat. This is a 期間限定, right? I don't know, maybe it doesn't say it.
I have never seen it. I've never seen it. 今回買い物に行った時に初めて見ました。Golly, it's gonna be too cool. Oh, that looks like dog food. Dog food? Eat that. そうかもね。Gonna let them chill a little bit. I like crunchy. なんかお腹痛くなってきた。牛乳なんです。牛乳っていうかアーモンドミルクです。どう？なんだ？甘くて。何？I don't like it. I wouldn't buy it.What do you think? This one, the milk's kind of turning chocolate now. Yeah? Yeah, look at that. That's like brown milk. No. I don't like it. I'm not a real big fan of chocolatey cereals. I'll eat the peanut butter Reese's, but you never see me order like buy like a Cocoa Puffs or anything chocolatey. I like the Rice Krispies chocolate. I don't even eat cereal. Is it good? Yes. はい、じゃあお待ちかね、最後のシリアルいきます。Right, this is the one everyone cares about. そう、これね。亀の餌に似てるっていうコメントがめちゃくちゃ多くって、リクガメとかあとトカゲとかで、私も最初言われた時えって思ったんだけど、あまりにもその亀の餌に似てるっていうコメントが多すぎて、私も Google で調べました、亀の餌。そしたらね、本当にこういう色だった。あとなんだっけ、完熟玉、花火に似てるっていう人もいましたね。はい、これ食べてみましょう。多分私これ食べたことないかも。Okay, I opened it like American. I'm proud of you! Congratulations! はい、アメリカ人仕様にできました。こっちだけ開けるっていう。はい。すごいね、色が。Fill it up! This is what people want to see. はい。これも日本ではありえない色。すごいよね、色がもう。食べ物の色じゃない。これはオリジナルのじゃなくて、本当はキャプテンクランチっていうオリジナルの やつがあって、なんか黄色いシリアルなんですよ。でそれにこのボール状のカラフルなやつがちょっとだけ入ってる。これはなんかウープスってオットーみたいな、日本語で言うとオットー、なんか間違ってこれだけ入っちゃったみたいなバージョンがこれらしいです。まあ probably kids are like I don't want the yellow stuff, I just want the color. そうだね、多分そのちょっとしか入ってないこっちの方が食べたいっていう子供が多分多くって、これだけのバージョンを作ったみたいな感じ。ミルク飲みすぎて、ちょっとお腹痛くなりそう。はい。Too much artificial flavor for you? Mm-hmm. Give me the spoon. And milk.甘い。ね、美味しいね。甘い。美味しい。味は美味しい。味はなんかベリー系の味ですね。でもなんか甘いね。That's too sweet. おー。美味しい？うん。うん。これは、I don't wanna buy this anymore. Why? It's too sweet.うち大体いつも2、3種類ぐらいのシリアルを常備してるんですけど、
ちょうど全部なくなったタイミングでこの動画を撮ろうってことになって10種類買ってきたんですね。でその後に旦那さんがいつも食べてるやつ買ってきて今あるのでおまけでもう1種類紹介 しようと思います。クーキークリスプ That's what it's called クッキークリスプ No, クーキークリスプ Did you say it's like a cookie?With chocolate chips? That's so unhealthy. え、本当に？チョコ入ってない？チョコの、チョコチップ入ってない？ It's stale. It smells like sugar. チョコレートチップクッキー。ミニチュアなクッキーの形をしたシリアルです。これよく買ってるよね。おびらのアーモンドの他にも。どうする？これもミルク入れて飲んだ食べたことなかった。It's stale, like the kids left it open. うまい。Yeah, but it's stale. 子供たちが食べてちゃんと袋を閉じてなかったから。Probably somebody opened it all the way. Me dead. God damn, that's why it's stale. Just open a little bit. Seriously, me dead. Look at all that air it can get in. Unbelievable. Which one is your favorite? Well, probably Cinnamon Toast Crunch. Yeah, that was good. What's your favorite? What's the worst one? That was way too sweet. これはもうめちゃくちゃ甘すぎたので、ちょっともうこれ子供たちに買わないようにします。How about you? The worst probably this one. Oh, that was good. Or that one, I hate Fruity Pebbles. I hate the texture. Because it gets soggy really quick. This is your worst. This is my...Worst? Who do you pick? Cookie crisp. No. Okay. The churros was not bad. Because it's like for grandma. I know. That's what like old people do so their heart can be healthy. So, まあヘルシーなやつで言ったらチュリオスとそのなんだっけ Honey Bunches of Oats?そう、これは普通に美味しかったし健康的な感じがする味がついたやつだったら Reese's Puffs かな Yeah, that's pretty good はい、ということで今日は Let us know below which one you think looks the most disgusting そう、ということで今日はアメリカのシリアル11種類紹介したんですけどいかがだったでしょうか皆さんこれぜひ試してみたいっていうのがあったらぜひコメントで教えてください。また後日1万人達成した時にはプレゼント企画についての動画も作るので興味がある方はぜひチャンネル登録忘れずにお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。